ネッカチーフ。ネッカチーフは、保温や防塵、装飾のために、首の周りに巻く、薄く柔らかくて、四角い布のこと。スカーフとほぼ同じものだが、特に制服の一部となっているものを指す。首を意味するネックと、女性が頭を覆う、四角い布を意味するカーチーフの合成語である。本校では、ボーイスカウトやガールスカウトの制服の一部となっている、ネッカチーフ。 この場合、単に、チーフと呼ばれることもあるについて述べる。ネッカチーフは、直角に等辺三角形、または、正方形の布でできており、着用の際は三角形の長辺、正方形の場合は、対角線で二つ折りにしてから長部に向かって巻き上げて、首にかけ、チーフリング、口術と呼ばれる留め具を用いて、制服の第一ボタンと第二ボタンの間で留める。 チーフリングを使わず、可能結び等で直接結ぶこともあるが、海外では時折見かけられるものの、日本においては、だらしないと判断されることが多くほとんどのスカウトが、チーフリングを使用している。ボーイスカウト日本連盟受品部で、標準となる制服とともに販売されているものは、直角に等辺三角形で直角を挟む二辺が、それぞれ75センチメートル。 株スカウト用は 65cm、ビーバースカウト用は 50cm の綿布だが、教育規定上は定められた大きさはない。また、素材も、応急処置用の三角筋や埃りよけのマスク、風呂敷など多目的に使用することもできる綿布が選ばれことが多いが、大きさと同じく、教育規定上、特に定められた素材があるわけではない。 ネッカチーフの色や模様は様々で、所属する段によって異なり、同じ段でもタイによって異なる場合もあるが、色に関しては、タイで統一して定めた色、2色以上でも構わない、という教育規定の定めがあり、基本的には、大機と共通の色が用いられる。また、ジャンボリーなどの特別なイベント時のみに着用するネッカチーフや、海外派遣時に着用するネッカチーフ、 各連盟事務局のネッカチーフなどもあり、それらはすべて視覚的にスカウトの所属を表すものである。逆に言うと、一見してどこの所属かを判別するためのものなので、公式の場では所属体によって定められたネッカチーフ以外を着用することは認められない。スローガンである、日々の前行を忘れないために、ネッカチーフの先端に一つ結び目を作り、何か前行をしたら、 それを解くということもよく行われている。創始者、ロバート・ベーデンイコール、パウエル教の肖像写真にもネッカチーフの先端を結んだものが残っている。教育規定には、薄水色、または、タイで統一して定めた色の三角形あるいは、正方形の布と定められているが、ビーバー体の大気が、薄、水色に統一されているので、多くの段で、日本連盟受品部の、 ビーバーネッカチーフが用いられている。ビーバースカウトのチーフは、ビーバーのげに見立てて、胸の前で交差させ、交差したところを、チーフリングで縦に止める。これは、チーフリングの脱落を防止するため効果を狙った、ものであ。なお、ビーバー隊の指導者は、カブスカウト以上と同じように、チーフの両端を揃えて、チーフリングに通し、チーフリングを胸の前に引き上げて止める。 教育規定には、黄色、または、タイで統一して定めた色の三角形あるいは、正方形の布と定められていが、株体の大器が、黄色に統一されているので、日本連盟受品部の株ネッカチーフを用る段も多い。教育規定には、タイで統一して定めた色の三角形あるいは、正方形の布と定められている。ギルエルスカーフとは19、1919年に、 W 会マクラーレンが指導者訓練の場としてギルウェルパークを英国ボーイスカウト連盟に寄贈したことに感謝するためマクラーレン家のキルトの文様をつけて作られ現在も継承されているネッカチーフである。対指導者の上級訓練を行うウッドバチ実習所を終了した指導者はギルウェルスカーフを着用することができる。ただし事態と行動を共にするときは着用できない。 ガールスカウトの制服は、ボーイスカウトとは違い教育規定で、連盟受品部のものに統一されており、ネッカチーフも部門によって、ラインの色が違うだけで、デザインは全国共通である。教育規定には、チーフリングに関する規定はなく、制服の中で唯一、個性を出せる場所である。そのため、装飾や記念品としての価値もあり、ジャンボリーや様々な行事に合わせて、 特殊なデザインのものも作られている。また、個人の趣味、余義として自作されることも多く、ジャンボリーなどで他のスカウトと友情の印として交換されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。